復腔鏡を用いた手術復腔鏡は、体表皮膚より、復腔内挿入する内視鏡器具、もしくは手術主義のこと。本来、空は、甲と読むのが正しいが、人体に対して用いる場合、慣例的に空と読んでいる。メスで直接幹部を切る回復術と異なり、モニターに映った幹部を見ながら、両手で復腔鏡を駆使するため、 回復術とは異なる技術が必要となる。復空鏡手術を行う。1902年にドイツの医師、ゲオルグ・ケディングによって、復空鏡によって犬の復腔内の観察が行われたことが最初の報告されており、毒コリオスコーピーと称されていた。その後、1910年にスウェーデンの医師ハンス・クリスチャンやコビウスによって、膀胱鏡を用いて、 教皇の観察が施行され、ラパラスコーピーと命名されている。日本では1990年に、帝京大学医学部附属溝の口病院の山川達郎によって、初めて、復腔鏡下担の摘出術が施行された。復腔鏡で捉えた、画像復腔鏡下で使われる、監視復腔鏡下手術の代表的な術式は、以下がある。ありがとうございます。